紅茶らの夜に輝く、ナンバーアンダーラインアイメンバーの楽しげなダンスがアメリカを虜にする。マジで翔くんをこんな顔にできんのこの世で岸くんだけ。翔くん無邪気でなんか可愛い。真っ暗な部屋に突然明かりがつく。そこにいたのは、人気グループ、ナンバーアンダーラインアイのメンバー、平野翔、岩優ユータ、神宮寺ン太ユータの3人だ。 彼らはすぐにダンスを始め、懐中電灯を持ちながら楽しそうに踊り回る。ナンバーアンダーライン愛メンバーたちが懐中電灯を手に踊る様子を見ていると、私の心はいつも高揚する。一日の疲れを癒してくれるこの動画は、私の生活に彩りを添えてくれている大切な存在なのだ。特に印象的なのは、メンバーそれぞれの表情の違いだ。 平野翔は無邪気で純真な笑顔を浮かべ、岸優太は情熱的に踊りながらも時折照れ笑いを見せる。一方の神宮寺優太はは巨トンとした表情を見せるが、それも愛らしく感じられる。三人が織りなすダンスは、まるで修学旅行の賑やかな夜の様子のようだ。お互いに冗談を言い合いながら、はしゃぎ回る様子には、ふとした優しさと懐かしさが感じられる。 SNS でも世界中のナンバーアンダーラインイファンたちがこうした動画を熱狂的に共有している。ファンコミュニティは素晴らしい絆で結ばれており、お互いに励まし合っているのがわかる。ある日、コ茶チャラにいるアメリカのファンが偶然この動画を見つけたら、きっと驚くだろう。彼らにとって、こうした楽しげな姿は予想外のものだからだ。しかし、 その明るく温かな雰囲気に魅了されずにはいられないはずだ。特に岸優ユタのダンスには注目が集まっている。彼は情熱的に踊りながらも時折照れ笑いを見せる。それが可愛らしくファンの心を掴んでいる。一方の平野翔は純真で無邪気な表情を浮かべ優しい雰囲気を醸し出している。そして神宮寺優太のの巨トンとした表情も 愛らしさを感じさせる。三人それぞれの個性が輝きながら、一つのチームとして息の合ったダンスを披露する姿は、私たちの心を癒してくれる。喧嘩したり、冗談を言い合ったりする様子には、ふとした優しさと懐かしさが感じられるのだ。こうした動画を見ていると、自然と笑顔になってしまう。明るく楽しげな雰囲気が伝わってきて、 ストレスが一気に吹き飛んでしまうのだ。一週間近く寝るのが遅くなっているのもう名付ける。この動画を見ていると夜更かしをしてでも最後まで見入ってしまいそうになるからだ。ナンバーアンダーラインアイメンバーの魅力は単なるダンススキルだけではない。楽しみながらファンの心に寄り添い思わず癒されてしまうような存在感なのである。 彼らの輝く笑顔や懐かしさを感じさせるような行動は、今の時代を生きる私たちにとって、まさに心の寄り所となっているのではないだろうか。このように、ナンバーアンダーラインアイは私たちの生活に彩りを添え、前向きな気持ちを与えてくれている。だからこそ、世界中のファンが彼らを心から応援しているのだ。そんなナンバーアンダーラインアイの魅力は、 これからもさらに発展していくのだろうか。メンバー個々の成長を追いながら、新たな魅力が生まれていくことを期待したい。ナンバーアンダーライン愛のこれからの活動にも注目が集まるだろう。彼らが私たちの日常に寄り添い続けてくれることを願っている。暗闇に照らされるこの喜びと絆は、これからも私の心を温かく包んでくれることだろう。 この三人は毎日私を笑顔にしてくれる存在だ。暗い夜でも彼らの輝く笑顔が闇を照らし出し、生活に彩りを添えてくれる。ダンスを通して伝える喜びや前向きな気持ちは、私の心にも大きな影響を与えている。SNS を見ると、世界中のナンバーアンダーライン i ファンたちも同じように彼らの活動を楽しみ、共有している。 ファンコミュニティは熱狂的で、お互いに素晴らしい絆で結ばれている。ナンバーアンダーラインアイは彼らに癒しと勇気を与えてくれる存在なのだ。ある日、コ茶チャらにいるアメリカのファンがナンバーアンダーラインアイのインスタグラムをチェックしたらどうなるだろうか。きっと驚いて目を疑うはずだ。そこで目にするのは、 メンバーたちが遊びながら踊るユーモア溢れる動画ばかりだからだ。しかし、その楽しげな雰囲気に魅了されずにはいられないはずだ。特に岸優ユタのダンスには注目が集まる。彼は情熱的に踊りながらも、時折照れ笑いを浮かべる。それが可愛らしく、ファンの心を掴んでいる。一方の平野翔はとても純真で無邪気な表情を浮かべ。 優しい雰囲気を醸し出している。神宮寺ゆ太たは時折、きょとんとした表情を見せるが、それも愛らしく感じられる。三人がそれぞれの個性を発揮しながら、一つのチームとして息の合ったダンスを披露する様子は、まるで修学旅行の夜の賑やかな様子のようだ。喧嘩したり、冗談を言い合ったり、はしゃぎ回ったりする姿に。 ふとした優しさや懐かしさを感じずにはいられない。こうした動画を見ていると、自然と笑顔になってしまう。明るく楽しげな雰囲気が伝わってきて、ストレスが一気に吹き飛んでしまうのだ。一週間近く寝るのが遅くなっているのもう名付ける。この動画を見ていると、夜更かしをしてでも最後まで見入ってしまいそうになるからだ。ナンバーアンダーラインアイメンバーの魅力は、 単なるダンススキルだけではない。楽しみながら、ファンの心に寄り添い、思わず癒されてしまうような存在感なのである。彼らの輝く笑顔や懐かしさを感じさせるような行動は、今の時代を生きる私たちにとって、まさに心の寄り所となっているのではないだろうか。ナンバーアンダーラインアイメンバーが週1回のように集まって楽しむ BYC での楽しいダンスシーン。 ダークな中で懐中電灯を持って楽しそうに踊る彼らの様子は、ファンの心を和ませ、暗い夜を明るく輝かせてくれます。仕事の合間に彼らのダンスを見て癒されたファンは SN、SNS で熱心に交流し、お気に入りのシーンを何度も繰り返し楽しんでいます。世界中のファンが彼らの楽しい姿に共感し、自分も一緒に踊っているかのように体験しているようです。 暗闇の中で繰り広げられるダンスは時に怖く感じられるかもしれませんが、のびのびと踊る彼らの姿は可愛らしく、ファンの心を掴んでいます。ふざけ合いながらも仲良く楽しむ彼らの姿はまるで修学旅行の男子生徒のようで、ファンの心を癒やし、元気を与えてくれます。ダンスの合間に立ち止まって彼らを眺めるファンの様子からは、 まるで恋人のように見つめ合うような優しい表情が伺えます。彼らの笑顔や仲の良さに触れ、ファンの心にも安らぎと喜びが広がっていくのがわかります。この小さな楽しい場面が、忙しい日々の疲れを癒し、明日への活力を与えてくれているのは間違いありません。自分も一緒にダンスを楽しめるような気分になれるこの動画は、 ファンにとって何より大切な宝物なのかもしれません。次のダンスシーンが待ち遠しい、そんな期待と楽しみを持ち続けられるよう、これからもナンバーアンダーラインアイメンバーの活躍に注目していきたいですね。